明治くんです。魚食べたい。はい、続いて私がお魚をあげているアザラシたち、右側から女の子のマロちゃん、真ん中男の子のピースくん、一番最後左側女の子のしずちゃんです。しずちゃんだって言葉、アザラシたちの顔と名前、ぜひ覚えて書いてあげてください。さあ、それではですね、しっかりと皆様の方を向いてご挨拶したいと思います。改めまして、皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、こちらのアザラシたち、ゼニガタアザラシという種類のアザラシになります。日本では北海道東部沿岸えりも岬や大黒島などに生息しています。ゼニガタアザラシという名前の由来は、この白い穴の開いた輪っかの模様が日本の昔のお金ゼニに似ていることから付けられました。この模様は一生変わることのない模様ですので、皆さんもぜひ五島それぞれの模様の特徴を見てください。さあ、それではアザラシたちに得意な種目を披露してもらう前に、まずはですね、健康チェックをしていきたいと思います。さあ、最初は前足から見ていきましょう。はい、前足に傷がないか、爪が伸びすぎていないかっていうのをですね、チェックしていきます。はい、とっても上手に見せてくれました。爪が伸びてきたらですね、爪切りなんかも行っております。さあ、続いては口の中、虫歯はないか、口内炎はないか、口の中の色を見て貧血などになっていないかというところもですね、しっかりとチェックしていきます。はい、口の中もとっても上手に見せてくれました。さあ、最後後ろ足も見ていきたいと思います。アザラシたちは血液検査の時、この後ろ足から手を取ります。さあ、こんな風に後ろ足広げると意外と大きくて、アザラシたちが泳ぐ時に掴んでいる大切な体の一部でもあるんです。外見だけで判断できない時は実際に動かしてもらいます。私たちは毎日いろいろなサインを使ってアザラシたちが怪我をしていないか、元気に動くことができているかっていうのをですね、チェックしています。さあ、それでは今日はアザラシたちに後ろ足の動きを見せてもらいましょう。皆さんはプールの中のアザラシたちの後ろ足にご注目。はい、いかがでしょうか。アザラシたちは泳ぐときこのように後ろ足を左右に振るように動かして泳ぎます。はい、今日もアザラシたちとっても調子が良さそうですね。この他にも月に2回体重測定を行って、体重や体調に異常があれば獣医さんに診断してもらいます。さあ、先ほど私たちいろいろなサインを使っているという話をしたんですが、アザラシたちこのたくさんのサイン、しっかりと見分けることができるんです。さあ、今日はどのくらいよく見えているのか、皆さんにもぜひ体験していただきたいと思います。というわけで、今日は皆さんにアザラシへのサイン出しに挑戦していただきましょう。さあ、今日ですね、挑戦していただくサインはバイバイのサインになります。バイバイのサイン、大きく手を振ります。これがバイバイのサインです。はい、それでは一度皆さんで練習してみましょう。私のせーのの合図で皆さんはバイバイのサインを出してください。それではいきます。せーの、バイバイ。はい、ありがとうございます。皆さんサインバッチリです。さあ、それでは早速本番いきましょう。本番は私たちサイン出しませんので、皆さんご協力よろしくお願いします。さあ、今日ですね、頑張ってくれるのは女の子のマロちゃんです。マロちゃん、皆様の近くまで行きますが、まだサインは内緒でお願いします。行きます。せーの、バイバイ。はい、マロちゃん、皆さんのサインに合わせて、ちょっとですけれどもね、細かいですが、可愛らしくご挨拶してくれました。ちょっとしか手がない。はい、見事大成功です。アザラシたちガラス戸
能力、そして運動能力の高さを組み合わせた種目を披露していきましょう。さあ、まずトップバッター頑張ってくれるのはしずちゃんです。しずちゃんは5頭の中で最年少のあだ名ですが、トップバッターね、頑張ってもらいましょう。さあ、こちらのね、サッカーボールを使った種目になります。皆さん一瞬ですのでお見逃しのないようにお願いします。ここからいきましょう。せーの、よいしょ。見事ナイスキャッチです。ありがとうございます。アドラスたち、実はですね、このように前足で物を持つことができるんです。自然界では丸飲みできない大きなお魚など、このようにですね、前足で持って食べることもあると言われています。はい、トップバッターしずちゃん、しっかり頑張ってくれました。はい、続いてね、先輩アザラシにバトンタッチしましょう。さあ、続いてはピースクチ、頑張ってもらいます。さあ、次からはですね、ジャンプ種目になります。ジャンプ種目、イルカたちだけではありません。アザラシたちも練習すればですね、かっこいいジャンプ飛べるようになります。さあ、それでは皆さん、応援よろしくお願いします。あ、しっかりと助走をつけていきます。ピースのターゲットジャンプ、大きな水しぶきを上げてしっかりとタッチすることができました。アザラシたち、意外と高くも飛べるんです、さあ、ピースくんもね、しっかり頑張ってくれたので、最後は先ほど皆さんのサインを見分けてくれましたマロちゃんにバトンタッチです。さあ、女の子アザラシのマロちゃんですが、ジャンプ種目は男の子たちにも負けてはいません。さあ、先ほどですね、ピースくん縦に飛び上がるジャンプ披露してくれたんですが、続いてマノちゃん、その縦に飛び上がるジャンプにさらに回転をつけたスピンジャンプに挑戦です。最後の種目になりますので、お見逃しのないようにお願いします。皆さんはプール左側にご注目。マロのスピンジャンプ、はい、とってもしなやかな動きを生かしたジャンプ、見事決めてくれました。さあ、いかがだったでしょうか。お食事タイムを見る前よりもアザラシたちのこと好きになっていただけたのではないでしょうか。こんな風に毎日のトレーニングの中でいろいろな種目を覚えてもらったり、動物たちの健康チェックなども行っております。ほっとりしていて、のんびり屋さんのイメージを持たれがちのアザラシたちなんですが、とっても賢いので、このようにいろいろな種目も覚えることができるんです。毎回違った種目を披露しておりますので、また水族館に遊びに来た時にはアザラシのお食事タイムご覧いただければと思います。さあ、それではですね、残念ながらこの時間用意してきたお魚もあっという間に残り少なくなってしまいましたので、最後はアザラシたちから皆様にお別れのご挨拶です。五島のアザラシたちに会いに、またぜひ遊びに来てください。最後までのご観覧、そしてご協力ありがとうございました。